はいどうもマグマグマグロンと申します。はい、本来ならば何時なんですか？1月の8日ですか？本来はね、なんですが今は1月10日でございます。今ね、撮ってるのも10日なんですね。そしてアップするのも10日でいけますかね。なんとか頑張ります。はい、というわけでじゃあ今回の1月8日分のお知らせを読んでいきたいと思います。まあね、まだちょっと年始のね、リハビリみたいな感じですよね。なんでね、ちょっと体もあまり仕事モードになっていない中、ね、残業は止まらないわけですけども、まだ繁忙期。はい、というわけで、1月8日、なんかね、いきなり2つも不具合が、何が起きてるんですか、今。メンテナンスに入る直前に本来公開されないレベルマックススカウトが一時的に公開される不具合が発生しましたと。まあ引いた人には残念ですが、選手は回収と。せっかく当たった人はかわいそうにね。いやー、こう対応がさ、もうちょっとね、もうちょっとなんかこうやってあげてもいいんじゃないかな。もしね、10連で 2体とか3体引いてた人はかわいそうな感じしますよね。ま、マグはやってないわけですけども。ただね、これで来週の1月15ですかね、そのスカウトがレベルマックススカウトっていうことなんでしょうね。もうおそらく、ちょっとね、年末年始、素晴らしいガチャがいっぱい来たんで、この辺はちょっと箸休め的な、ね、ガチャになるんじゃないかなとは思いますけれど、どうなんでしょうね。ま、多分引かないと思います。なんか不具合がすごいね。今度は何？監督アビリティ、消耗戦指導の効果が多重にかかることがある不具合が発生しておりました。で、修正は完了しておりますっていう風に書いてあるんですけど、すごいですね。去年の12月18日からおかしかったんだ。1ヶ月、半月近く、わからなかったわけですね。マグもわかりませんでした。そうなんだ。そんな不具合があったんですね。知りませんでしたね。まあ、ツアーばっかりやってっからあんまり意識してなかったかもね。はい、じゃあ今回のメンテナンスでのお話いきたいと思います。まず予告。やっぱりまた1月15から、確定スカウトの内容が変わるという予告ですね。というわけで、1月8日分には、新しいスカウトは更新されませんでした。まだね、次引けるのが誰なのかは分かんないですね。はい、今回のね、お知らせはね、伝える情報が少ないんだ。大変だ、こりゃ。何やろうかねって、そういう感じですよ、本当に。で、これも予告になるのかな。まあ、まだエントリーしかできないのかな。これも1月15日から始まる、SWCC、GB 争奪杯というふうに、ね、副題がついておりますけれども。まあね、前回も、ちらっと読んでるんですけど、まあ、基本的にはプラチナディビジョンでのお話なのでね、なんかこう別の世界のお話です。なんかね、順位報酬アイテム、トロフィー数が通常の2倍っていう風に歌ってるんですけど、これはゴールドも含まれるんですかね。やっぱり多分、プラチナディビジョンだけの話なのかなーなんてちょっと思ってます。イベントショップでトロフィー交換できる選手に、ピネリーなど、サカツクスターズが特別に登場します。詳細はこちら。トロフィーで獲得できる選手が、レッカー、セレゾン、モーア、ミシェル、リンドバーグ、ベイルスタイン、ブロヘン、ガンジャ、ルクロール、レナード、スターリンツ、エスタシオ、サニール、スタンカビッチ、ジャンリーニ。で、本大会特別追加選手っていうのが、下にこういう風に並んでるんですが、これはあれですね、復刻になるんですかね。最初これだったんじゃなかったでしたっけ。なんかいつの間にかね、なくなっちゃいましたけど、リグレス、ジロバート、ルイス・エンリカ、ゲティ、ルキノ、ブラック、ベーレン、クラウディオ、ピース、ニュースト・ヌーイ、ザリッティ、ピネリー、デュラス、デノピオロ。マグは今のところゴールドトロフィーの使い道がないっていう風に言ってたんですけど、ピースがいるんですよね。ピースは確かあれですよ。アーセナルのピレスのことだったと思うんで。どうしようかね。一体ぐらい確保しましょうかね。ね、いつか来る他のアーセナルの選手のためにもう100は取っておきたいから、
これでごとつっていうのはあまりまだ踏み切らない方がいいかなーなんて思ってます。まあ、ごとつなんかできるほどゴールドトロフィー持ってないけど、まあ、少しほんの少しばかり、マグのモチベーションは上がりましたね。今回のこの SWCC GB 争奪杯はおそらくプレミアの話だと思うので、マグにはおそらく何の恩恵も感じられない、そんな SWCC なんじゃないかなと思ってるんですけれど、どうなんでしょうかね。この辺はちょっと始まってみないとわかんないかもしれないですね。というわけでエントリーは今週なのでお早めに。はい、じゃあ次で、今週やるのはリーグランキングイベント、リーグを戦って豪華な報酬を獲得。まあ、クロビブスですよね、確かね。まあ、ここ最近で言うと単純に、あれですよね。全試合勝利、34試合無敗で優勝して、全勝で優勝して、いっぱい点を取ればいい、そういうイベントになっておりますね。前みたいにジャイアントキリングはもう関係なさそうな、そんな感じになっております。まあ、関係あんのかな？わかんないけど。まあ、今までと大して変わってないよね、多分ね。で、今、現時点でマグがちょっと回してみました。リーグランキングイベント。今、マグはね、こんな感じです。今、金曜日1月10日なんですけど、一番、ポイントが高いのが4万4000で、スペインリーグですね。これで4万4000で2000位ですか。まあ、これがね、まあ、今後、順位はどんどん下がっていくとは思うんですが。まあ、5000位まで、報酬がもらえるということなんで、まあ、黒ビブスを取りに行きましょうと、そういうイベントですね。まあ、最低でも1個は欲しいんで、5000位を目指してまずは頑張りましょうと、そういう感じになりそうですね。で、今ちょうど終わって、これオランダがま、確かね、半年ぐらいしかやってないですね。で、イタリアは今やってるやつで、フランスは1年終わったんですが、3万5000ということで、やっぱり、スペインよりは、成果が上がりませんでしたね。3万5000で3393位ですか。これはおそらく、イベントが終わる頃には5000位まで落ちる数字なんじゃないかなと思うので、どうですかね、4万ポイントが、やっぱり、狙い目になるのかな？わかんないですけど。まあ、無課金にとってはね、ちょっと辛いイベントではあるんですが、頑張って参加はしてみましょう。じゃあもう一個お知らせ。ってのは、経験値増量。まあ、選手育成期間ということで、まあ、控えにね、いろんな選手、今回今150連もあるじゃないですか。なので、星3、星4、まあ、星3はいっか。星4の選手とかをね、まあ、レベル30ぐらいまで上げて売るっていうのを繰り返せば、ゴールドコインに少しずつ近づいていくので、頑張って、育てて売ってを繰り返しましょうね。まあ、育てなくてもいいけどね。そうしてたらお金もあんなに貯まったわけですから、やっぱ育てておいた方がいいかもしれないですね。というわけでね、実はですね、今回のお知らせ、全部読み終わっちゃいました。今何分撮ってます？右下に8分48秒。というわけでですね、今回の動画は非常に、なんつうのか、こう、お伝えする内容が全くございません。残念ですが。ただね、それで8分で終わらせるのはあまりにも酷だと。ね、せっかく動画を上げている以上、何かやりたいなと思います。で、今回の SWCC に対して、マグが挑みたいフォーメーションをちょっとさらっとお見せしましょうか。まあ、おそらくここはマチョーニになるのかな。あ、ちょっと一旦じゃあ動画切ってもう一度フォーメーションを見ていきたいと思います。一旦カット。はい、というわけで、おそらくカウンターはマチョーニさんになるのかな。そうですね、マチョーニさんになりそうですね。一応マグは新しく来た監督が必ず強いというサカツクの法則そんな法則があるかどうか知らないですけど、それでね、今回やってみたいなと思います。
一応マグのメンバーの中で強いという数字が今のところこれですね。カウンターが 146,477 で、サイドがねちょっといまいちなんですよね。ウルワークでしたっけ、あれがねちょっとマグのチームではあまりちょっと強さを発揮できないので、おそらくこっち 147,800 のウェンブリーローアがまだ継続という形になってます。こうなってくるとあれかな、マラドーナの方が上かもね。で、続いて、新しい監督かな、ガルディオーネの、なんだっけ、メイヤール・アルメドールっていう戦術なんですが、こちらはあのメッシのための100連をやらせていただいて、右ウィングがあのポゼッションメッシになってますね。で、これがなんだっけ、なんつんだっけ、まあ、強いか弱いかは分かんないですけど、ブラウグラーナの伝説、ランアップシュートとかがついてて、で、これ、そうだ、このムービングフォワードっていう、ちょっと新しい新プレースタイルを必要とするフォーメーション。で、ね、運よくちゃんと引けたので、今回はね、SWCC、このメイヤールで挑みたいと思います。それを考えると、ゴールキーパーにオブラックが出たっていうのは、ちょうどいいところ引いてたんですね。まあ、フォワードはもうインザーラで行くしかないけれども。で、あと、レジェマで手に入れたストニコフもね、ポゼッションだったってので、すごく、なんか、いい具合になりましたね。だから、あと、大場面引いてればもう完璧だったわけだね。欲しかったなぁ。狂って回るのかなぁ、ゴール決めたら。で、最後が中央突破なんですが、これがね、ちょっと弱いっすね。数字だけ上げようと思えば上げることは可能なんです。カンテをね、ゴッツーゾーンに変えたり、ディザンをね、テフォーに変えたり、すればね、13万8000ぐらいにはなったのかな。まあ、そこら辺はちょっとまあ、数字を上げてもしょうがないんで、マグはゴールドディビジョンで選ぶのでね、13万以下に設定しなきゃいけないので、きっとこれになったし、するのかな。多分これになっちゃうのかな。やっぱりここでもストニコフ、いたのが大きくなってますね。やっぱちゃんとレジェマはやるべきですね。このメッシはサイドメッシですね。これフィニッシャーが2つ必要になるんだよね。そうなんですよ。で、あれだ。サイド、メッシに合わせてサイドのフォワードが欲しいんだけど、マグはサイドのフォワードがいないんだ。未だにラカゼットなんだ。まあそういう部分でね、ちょっとパワーダウンではありますけれど。まあでもね、やっぱり、強くするんだったらここですよね。やっぱポゼッションをちょっと強くしたいなと思います。はい、ちょっとね、マグのスマホの状況でございますけれども。こっちはね、ゴッツーゾーとテフォー入っちゃってますね。さっきのはそれに入ってなかったってやつだ。で、こっちでは、まずメッシの方を少し強くできますね。で、さらに、このファンタスティッチアズーリの方では、マグがバレージを持ってないんですね。この、今、マノラスがやってるんですけど、こいつ。スイーパーがいないんですね。なので、ちょっと、今回、尺が余るので、今こんだけ喋ってもまだ4分しか経ってないもんね。なので、じゃあちょっと、できればね、ごとつしたかったんですけど、申し訳ない。今回はメッシもマノラスもごとつできません。なので、SWCC に向けて、初めて、星4を突りますね。コスタス・マノラスっていう選手が、マグのチームには、全部で4体いるので、4突まではできます。で、今回のね、無料150連でも出るはずなんですけど、1体も出てきてくれません。なのでね、ぜひ SWCC までに、1体でもいいからゲットして、突りたいと思います。これ突れるんだよね。今、数値いくつ？マノラスをね、少しでも強くできれば、SWCC に向けて、いい感じになるんじゃない？ 5117 ね。ちょっとメモ。5117。こっからどれぐらいまで上がるんですかね。限界突破！じゃあ行きます。星4、4突。申し訳ないね。やっぱ動画としてはさ、5突したいよね。なんだけどね、ない、来なかったんだよ。あと1体でいいんだけど、リベロになっちゃうんだ。なんかちょっと星4凸ってかっこいいんだね。
なんか淡い感じの色でしたね。星4の凸にもあれなのかな、クロビブス使うのかな、俺もやったことないんだまだ。はい、じゃあ次2凸。マノラスはね、あのここ最近のあのメッシーのための100連でも出てきたし、本来は無料150連でも出るんですけどね。もしね、あのバレージを持っていない、まあ無課金の方はほとんど持ってないと思うんですけど、持ってない人はこのようにマノラスをね、星4凸でなんとかこのカウンター戦術を無理やり使いましょうよ。さあ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 、マノラスはどんだけ強くなるのか。カウンター20丸になりますね。これでまず数値はだいぶ上がるでしょうね。あ、まだあれですね。でも5500までしか全然上がらない。これ、あれか、まだスキルも上げてないのか。え、まさか留学もしてない？あ、留学はしてる。さあ、4凸目。頼んます。マノラスさん。私のチームを強くして。やっぱり5凸したいなぁ。5凸しないと本来の強さはわからないですよね。で、6000まで上がるので、あ、クロビウス使わないんですよね。あ、じゃあ、なかなか、今後もね、こうやって新プレイスタイルが出てきた時にね、引けなかったらこういう手がありますね。というわけで、今のところ6000か。俺、星4から、星5に進化した選手で、一番強い人って誰なんだろう。なんかいねえかな。今、6000まで上がりましたよね。どっちの方が数字は上がるんですかね。そういうの知らないんだよな。あ、星4から凸した人っていね。あ、クコマルティナがいる。あ、5500までしかいかないんだ。星4からの星5進化って。あ、そんなもんすか。イッツォは星3からだからな。あ、ベンタンクールも5000ですか。ジェズスは論外として。なるほど。じゃあやっぱり星4から5凸した方が数字は高くなりますね。なるほど、なるほど。これはいいことを覚えた。だからやっぱり、あの、もう一体ぜひマノラスさん来ていただけると強くなると思います。今15万までいきそうだね。マノラス次第で。まあ、バレージが手に入ってたら、もうとっくに言ってたわけか。さあ、もう一つ行きたいと思います。メッシも、残念ながら、あの、1ヶ月経たないと、あの、アイテムが手に入らないので、5凸はできません。なので、4凸までしておきたいと思います。今現時点で、こちら限界突破オールマイティなのが、あと20日かかります。まだまだかかります。なので、まず限界突破1回目の1個。で、これも獲得すれば4凸まではいけるんですね。なので、もう1回ね、アイテムが必要になります。まあ、それでもね、少しでもメッシを強くして SWCC に臨みたいなと思います。そして今回の動画のね、彩りが全くないので、少しでも尺を稼ごうと、そういう魂胆なんです。しばらくお付き合いください。ねえ、もうしょうがないんだよ、これは。7559。8500ぐらいまでしかいかないかな。あの、このメッシは足しません。もったいないです。危ない危ない。1だよね。1段階目だよね。これを使います。ドーン。ドーン。ゴッドロールってのは覚えられないね。ごとつにならないといけないからね。それでも、メッシを強くしましょう。まあね、一応、4までいけるんだったらね、そこそこ強くはなりますからね。2段階目だよね。大丈夫だよね。ちょっと確認してね、ちゃんとね。まあ、あの、ゴールドコインに関しては、今回150連とか、メッシのための100連もそうですし、
いっぱいガチャをやって、まあ、無駄に なっている星3、星4の戦車たちをね、まあ、売るだけでも、シルバーコインやブロンズコインにもなるので、地道にゴールドコイン稼いでいきましょう。ああいうね、無料の150連とかも意外とね、大きいんですよね。こうやってゴールドコインになりますからね。3000だっけ ?3000 シルバーで100ゴールドになるので。で、5000だったかな ?5000 ブロンズで100ゴールドになるのかな。なのでね、やっぱりちゃんと無駄にはならないので、ぜひぜひ。だから星3確定チケットとかたまにあるじゃないですか。ああいうのも、ちゃんと取ってった方がいいですね。まあ、あくまでも、あれですよ、無課金税。ライトユーザー向けの動画になっております。ね、そんなことしなくてもね、ガンガンガチャを引ければ引いた方がいいと思います。さあ、4突。さあ、あと20日。あと20日待とう。で、しかもゴールドコインも俺そんなに多分手に入んないよな。だからまずゴールドコインを1から貯める作業のスタートか。辛いな。あれなんですよね。進化するためのね、弾もないんですよ、もう。だからね、多分1ヶ月どころじゃないっす。どれぐらいかかるんだろうね、メッシのごとつまで。うん、ゴールドコインを手に入れるのにね、多分まだまだ時間かかります、これは。これで4突完了ということで。はい、もうアイテムのようになっちゃった。残念。はい、というわけで、メッシ4突までしておきました。9600。あ、まあ、こんだけありゃ十分十分。大丈夫大丈夫。強い強い。というわけで、14万9000まで迫りましたね。無課金でずっとやってきてるんですけど、そろそろ15万までいきそうですね。頑張ればね、15万まではいけるので、皆さんも頑張りましょう。だから本当、5突すればもうメッシ5突、マノラス5突で15万は行くんですね。うん、行くね。うん。というわけで皆さん、ね、マグと一緒に頑張りましょう。頑張りましょう。頑張ればできる。さあ、これでどう?尺的には、20分ぐらいになった?これでもまだ足りない。さあ、じゃあ、もうしばらく何かやりましょう。それは、大こけするかもしれない、リバプールガチャをやりたいと思います。はい、じゃあ一旦カット。怖いな。はい、というわけで、今回のお知らせ動画が短いということもありまして、リバプールガチャ30連だけやっていきたいと思います。まあ前からね、10連は絶対やりたいっていうふうに言ってたんですよ。その理由が、30% 獲得枠があるので、もしね、余裕がない人でもね、10連ぐらいはやってみたらいかがでしょうかと。そういうことですよね。頑張って50連までやっても、60連か。60連までやって50%も行きたいところですけど、まあ、前回の動画を見ていただいた人にはわかると思いますけど、マグは、50、60外してんのかな?ね、そこを引いてないんでね。だからね、あんまり、だからといって必ず引くかっていうわけではないんでね、30% になっただけですからね。まあ、それでも、ね、ちょっと勝負かけてみてもいいんじゃないでしょうか。さあ、そして今回のリバプールガチャなんですが、まあ、課金をいっぱいできる人にとっては、まあ、これはかなり、優秀なガチャになっております。今後ね、これだけの優秀なガチャが来るのは、おそらく1周年、2周年ガチャまで、おそらく来ないと思うので、ここにね、お年玉をつぎ込んでも別にいいと思います。ただ、マグは30連しかやらないっていうね。今回の当たり外れなんですが、これも人によって違うんですが、一応マグの、なんか変なイントネーション。マグの当たりに関しては、まず、ゴールキーパーのアリソンに関しては、オブラクを取ってるんでいらないです。ただ、持ってない人にとっては当たりのキーパーなので、引いたらラッキーと思ってください。そして、センターバックのファンダイクに関しても、まあ当たりですね。で、右サイドバックのアーノルドは唯一外れなのかな?パフなしだったと思います。
で、ボランチのファビーニョに関しては、なんだっけ、能力のアップダウンかなんかがあるのでいいんですけど、まずはねカンテがいるので、別にここで引かなくてもいいです。あのどうせ5突できるほど引くわけじゃないので、1体だけゲットするんだったら別にいらないです。ミルナーは外れです。アタッカーだったかな、そのパフデバフがないってやつだね。で、ちょっとの飛ばして、サラは、まあ、メッシ持ってるんで別に5突メッシいるんでね、1体のサラーを取ってもっていうのが、まあ、正直なところです。でマネーに関してもストニコフ5突がいるんで1体のマネを取るっていうのはそんなに効果があるのかっていう、そういう感じですよね。でフィルミノに関してはちょっと今回賛否両論あるでしょう。フィルミノの特徴が問題なんですよね。こちら S ランク EX ダッシュパスカット、センターフォワードなのにパスカットがついてるんです。そして能力アップもパスカットなんですね。これが果たしてどっちに才の目は転がるんでしょうか。意外と相手陣内でパスガンガン奪い取ってゴール決めるとかそういうキャラになるのか、それとも無駄スキルになるのか、ここら辺はね、おそらくあれですね、あのプラチナディビジョンで優勝する人が使ってるか使ってないかで判断できるんじゃないでしょうかね。今回の目玉だと思います。どっちに転ぶかは分かりません。そして、マグが今回の30連でこんな少ない30連で引きたいのがこちらジョーダン・ヘンダーソン。はい、ご覧の通りキャプテンスキルを持ってるのはまさかのヘンダーソンですね。あの能力的には大したことないんですけどね、まあインサイドハーフっていうのはマグにとって嬉しいですけどもね、まさかのキャプテンスキルです。なので、ヘンダーソン一体狙いです引けるかい。ただね、あの今までのマグのあのガチャ引きを見てもらえれば分かる通り引かない男なんでね、この30連で1体も出ないで残念でしたっていうのは可能性が高いので、ね、まあそう、もしそうなった場合はね、まあコメント欄にザマーってでも書いといてくださいよ。もう本当に引かなかったら引かないよ本当にね。じゃあ行きます。いやまずこの10連が全てだから、ここで出なかったらもう出ないから最後まで。さあ行きます。お願い、通常でもいいから出てー。30連ゼロはやめてー。ドゥアルテ、音楽が4、星4、来た。ザ・ウォール、上昇のシンボル、プロテクター。これはファンダイク、センターバックって他にいたっけ。おっと、ファンダイクじゃないのこれ。お願いファンダイク、ファンダイク来て、やったこいつはいい。いやー、たかが30連を適当にやった男が、ファンダイクを1体ゲットしました。ファンダイクの実力なら今後もね、あの、星5のガチャが出ると思います。今後も出てくる選手だと思うので、大事に大事に取っておきたいと思います。よっしゃ。まあね、多分試合に出るのは、あの、ごとつクルーマンの方だとは思うんですけど、嬉しいです。ありがとうございます。ファンダイクゲット。いやー、引くもんだねー。いやいやいや、ただこっから先全部引かないとかやめてよ。いいんだよ、いっぱい引いて。いっぱい引いていいんだよ。いっぱい引いていいんだよ。できればマノラス。できればマノラスも来ていただけると。この動画の中で、あの、ごとつしておきたい。リンドナー。頼むよ。あの、星4でもいいんだ。あの、出てきてくれよ。スベンソン。なんかちょっと髪の毛の、あのなんか、メーカー、こんなんじゃなかったっけ。ヤクミツルが宣伝してるような感じ。アワジーム。ちょっと星4も来てよ、星4も。おお、嘘、来たー来たー、超反応、キーパーか。そこは違うんだ。キーパーちゃうんだ、星の。あ、もう今これ10連目か。そういうことか。いや、違う、これ通常じゃない？あれだよね、獲得枠って出るもんね、字がね。おいおい、10連で3体出てもいいんだよ。というわけで、まあこれは、アリソンですよね。
そっか、アリソンか。まあ、スイーパー、ゴールキーパー、2人になっちゃったね、いきなりね。まあ、いいでしょう。活躍してください。で、もう1体出て、じゃあ 30% 来て。30% も来て。ああ、まだなのね。30% も来て。いや、これはいいぞ。これは調子がいいぞ。ドマゴイビだ。お願い、30連打も来て。なんか音楽が鳴らない。お願い、お願いだから来て。ゼカ、お願い来て。音楽が普通。いやー、来なかったか。 30% の方で来ないのか。ここで来てよ。ベルガラ、まあでも2体来たからいいけど、 30% 引きませんでした。まあでもファンダイクゲット。イエーイ、ファンダイクゲット。というわけで2体ゲットしました。特別獲得枠は残念ということでした。そしてこっからはもう獲得率が高くはないんだよね。これはなんだ？一応星5確定チケット2つもらえるんだ。それは嬉しい。はい、じゃあ行きます。こっから先はゼロの可能性高いですね。それでもやるんだ。30連で決めたんだ、やるんだ。お願い、通常獲得枠で出て。通常で出て 5% 引いて。おおおお。てか、マノラスも来て。いや、マノラス来い。黒沢じゃないんだよ。マノラス来てよ。ロドリゲス。あら、なんかいい顔してんな。おお、嘘。おサラーカマネ、サラーカマネだ。うーわー、なんかどうしちゃった。あのメッシのための100円は何だった。おいおいおい、行く来るねえ今回。うわ、サラーカきた。よしよし、これはでもね、あれなんだよね。相手の能力を下げるのがね、2つもついてるんでね、メッシよりいいと思うんだよね。ありがとうございます。サラー来ちゃいました。これでヘンダーソンも来たらもう、神引きって言っていい？アラン・ニョム。いや、お願い、もう一個。もう欲をどんどん出てきちゃう。リュフィエ。もう一個来て。もう欲が止まらないよ。もう欲望が止まらないよ。ハジャム。てかさっきから言ってるけど、マノラスも来てよ。マノラスも、あ、いっぱいなんか出てきたけど、そう、星4もいっぱい来てよ。星4も、おー、ロフタスチーク。チェルシーで今出てないっけ。怪我でもしてんのかな。まあチェルシーのことは分かんねえや。なんかあんまり名前聞かねえな。イブラハムばっかりで。リス・フェリペー。あれ、なんか星さん？マノラス！マノラス！え？フェアプレイ？マノラスってフェアプレイの人？ロドリゲス、ああ、いい顔してんな。さっきも言ったね。さあ、星4。大舞台に強い！マノラス強いっけ？イヘアナチョ強いか？大舞台に強いか？イヘアナチョ。あー、まあ1体引けました。今回引いたのはもうサラー来ました。よし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 。いやー、いいっすねー。もうやめたい。なんつってヘンダーソン引いてないからね。まあでもこの残り10連、まあ誰も引かないかもしれないですけど、やります。はい、まあ、年始特別企画やらせていただきます。さあ、お願いしますよ。司令塔、ザン。ブロゾビッチ。いや、マノラスも来て。もう一体欲しいな。もう一体欲しいな。ドマゴイビダ。もう一体来て欲しいな。クエバ。お願い、もう一体。てかね、マノラス来てくれるとさ、ちょっと今回の動画絵になるんだ。楽
頼む、マドラス来てくんねえから何気にね、こんなにリバプールの選手引くと思ってなかったんだけどもさ、マドラスだけでもなんかちょっと動画的には完結してたんだけれど、いや、こんなに引きますか。おーおーおー、アリーナリングがないぞ。あー、鉄壁、鉄壁ではないか。ラドゥお願い。あ、おい、ヘンダーソンじゃね。お、マジか。おお、勝ち組じゃねえか、これ、おい。きゃマジかキャプテンスキル全部持っている。そんなバカな。やってよかった。いや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 、ちょっとね、今ね、始まる前はね、なんだよ、リバポガチャ全然引かねえじゃねえかよ。ゼロ体かよっていうね、そっちのね、こともね、今考えてたんだけど。ちょっと待って、狙ってんの全部来た。いや、キャプテンスキル、ヘンダーソン、おー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 、どうしよう。これは SWCC には間に合わないのは確定。いや、でもね、間に合わなくてもいい。もうじっくり育てる。いやー、2020年もサカスクは、まったくマグを楽しませてくれる。これは、これは、本当に、サカツク大好き。課金しろよ、だったら、本当に。いや、面白いな、サカツクは。2020年も、皆さん、ぜひとぞ、ね、サカツクをどうぞ、ご愛顧のほどよろしくお願いします、本当に。ロンカリア。ね、これは、すごいことが起きちゃったな。ね、これもうなんか前のメッシの100連でも、お、ちょっと違う、お、星3のアーノルドもいるの、まだ。これはもう、除外しても良くない。かわいそすぎる。はい、というわけで、なんか奇跡が起きちゃいました、ヘンダーソン。来ちゃった。来ちゃったよ。あらら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 ら ら、ようこそ弱小チームへ。いや、でもこう強くなっちゃう。いやー、いやー、ヘンダーソン来ちゃった。いや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 、来ちゃった。これであれだ、俺4戦術全部キャプテン変えられるんだ。いや、こんなことが起きるとは。うわ、もう、言葉が出ない。いや、これはいいガチャだった。はい、というわけでもう興奮冷めやらぬ中ではございますが、今回のお知らせはかなりお知らせが薄かったので、いろんなことやろうということで、メッシ4突、マノラス4突でね、リバポガチャでね、散々な目にあってっていうのまで考えてたんですけど、こんなにいいガチャだとは思わなかったですね。というわけでね、2020年、これからもサカツク頑張ってやっていきたいと思います。そして、マグの無課金は、これは継続になってしまいましたね。これはね、このままですよ。そして夏までにヘンダーソン5突遠いなぁ。これは遠いなぁ。まあでも5突しなくてもキャプテンスキルは、ね、発動するんで、頑張って使っていきたいと思います。そういうわけで、じゃあ今回はこの辺で、ああ、ちょっともう、いつもの締めの言葉もね、今動揺して出てこない。ではでは今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。いや、これ30分超えたんじゃないの、結果的に。いやー、もう一回ヘンダーソン見よう。見してくれない。